皆さんは海面活性剤をご存知でしょうか海面活性剤はクレンジングなどの化粧品シャンプーリンスなどの洗剤アイスクリームホイップクリームなどの食べ物にも入っています海面活性剤は良心倍性化合物とも呼ばれておりまして水になじむ部分と油になじむ部分を分子1つの中に含んでおりますこの海面活性剤は水と油を媒介するという意味を持っています 海面活性剤は実は皆さんの体の中にも含まれていて細胞膜さらにタンパク質 DNA も海面活性剤とみなすことができますつまり皆さん我々全てが海面活性剤できていると言っても過言ではありません最近我々は動物や植物に含まれる海面活性剤に着目しています海面活性剤は実は熊本特産のトマト にも含まれていていトマトの葉とか茎にはトマチンと呼ばれる海面活性剤が含まれていますこのトマチンというのは海面活性剤なので泡を作るんですけれどもこの泡に刺激を与えることで実に奇妙な現象が現れてきました例えば光るもの電気を流すもの磁石になるものそして薬になるものを この海面活性剤と混ぜてあげることによってナノマシンができるということが分かってきたのです最近我々はナノメートルサイズの電子顕微鏡で観察してみますとナノチューブやナノシートというナノマシンが作られるということを発見していますトマチンというのはがん細胞を殺すあるいはコレステロールを低下させるという効果もありますのでこのようなトマチンというものを使うことによって 薬やあ医療診断試薬として使うということも考えています。また、海面活性剤は実はさまざまな分野に応用できるというふうに考えています。例えば、先ほどから申し上げているように肌に優しい化粧品、さらには副作用のない医薬品、それだけではなくて非常に小型化したスマートフォンやディスプレイ、さらにはすごく強靭な宇宙開発用品、あるいは自動車としても使えると。 このように我々は日常にあるような材料にこの海面活性剤を実装していくというのがこれからの目標で身近にある海面活性剤がこのような日用品にどれだけ実装していくかということをです、ね、研究していくのがこれからの夢です。